もしも今東京に大地震が起きたら確かめよう。文字で伝えよう。災害用伝言板。音声で伝えよう。災害用伝言ダイヤル171。ツイッターなどで家族や仲間の安否を確認しよう。東京都防災ツイッターで情報収集しよう。今やろう。災害から身を守るすべてを。